美味しい。携帯置いてきちゃった。すいません。タイマー。あー、いい匂いする。皆さんこんにちは。サバイドル白鶴ベースへようこそ。サバイドルチャンネルのカホなんです。今日はこちらの梅酒原酒を使ってキャンプ飯を作っていきます。梅酒で料理ってあんまり聞かなくないですか？なんかこう普通に日本酒だったらまあお酒の代わりにとかやりがちなんですけど、まあ、私はしゃぶしゃぶしましたけどこのね、梅酒というちょっと変わった感じのお料理をキャンプバージョンやっていきます。では先にいただきますね。あー、いい匂いする。はあ、ロックでいただきます。パー、美味しい。濃い濃い。あー、美味しい。これ本当に美味しい。鼻を抜ける梅酒の香りが、あー、フルーティーでいい。あ、夏なんで、せっかく夏なんで炭酸水いっちゃおうかな。やっぱ大惨事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 になる。おしゃれ。だー、おいしい。もうこれもう夏場にグビグビいきたいやつですね。程よく甘くて、甘すぎずでもその大人すぎず、私にはすごいちょうどいい甘さでした。よし、早速料理の方行きます。じゃん。今回は梅酒を使ってそうめんを作っていきます。最初その梅酒をどうするかは考えたんですけど、何で食べようかなと思って冷やしたラーメン、パスタ、そばとかも考えたんですけど、そうめんが一番しっくりきたので、ちょっとした練習した上で今日ベストオブ美味しいご飯を紹介します。まずはここに梅酒 100ml を入れて、火にかけてアルコールを飛ばします。あー、いい匂いする。梅の匂い。ではアルコール飛んだので火を止めて、こっち乗っけて、ここにもう今すでにちょっと酸っぱい感じになってるんですけど、まだ料理するにはちょっとパンチが足りないので、ここに酢を 50cc 50ml 入れます。で塩を、まあ東海人なんでね、ちょっと多めでOK。 これがそうめんのタレというかスープというか、タレですじゃあ次、そうめんの薬味を先に切っていきます。大葉とみょうがと切ります。で、あと生姜とにんにくと梅肉を持ってきてます。この辺は全然なくても美味しいんですけど、あった方がなんか味に変化もつくし見た目もいいしで、私は薬味家だと結構こだわるタイプですじゃーん。今日もキックナイフで切ります。わー、切り味がすごい。みじん切りにしとこう。この辺に置いといて、おいで。よし、サバイバルの悪いとこですねよし、薬味できたんで、じゃあ行きますか。そうめんは 100g 使います。はい、わかんかな。
はい、沸かないと酔っ払っちゃうよ。パッ、うち。じゃあ、沸騰したらそうめんを茹でるんだけど、そうめんってめちゃくちゃ早いんですよね、茹でるの。2分かな、2分半だそうです。携帯置いてきちゃったすいませんあのタイマータイムキーパーさんを人任せにやってしまうという。はい、いきます、ドーン。これ水で締める風にするので2分半を目指します。ゆらゆらっと、よし、ちょっと走り出す準備をしよう。近くにあの炊事場があるので、あそこを持ってって水と氷で締めるので、その準備を今してます9、8、7、6、5、4、3。やばい、忘れてた。あそこまでの時間のロスがある。よし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 、行きます行きます。氷持って行きます。行ってきます。スイッ。よいしょ。急げ急げ。逆だったいザルいらずで。3、2、1、帰る帰るよ。よいしょ。ではこの冷たくなったそうめんに梅酒と酢と塩が入ったタレをなんとかけて、もうこの容器でやっちゃうで、これサラダチキンをのせます。サラダチキンじゃなくても、うーん、そうだな、なんか大きいカニカマのやつとかでも良いです、合うと思います。のっけて、おー、色が一緒だな君たち大葉とみょうがとで、梅肉だけとこかな、梅肉っていうのかな、梅肉っていうのかな正しいルビーを打っといてください。梅肉ソースをちょんと、この辺は後ほど味変で使います。で、最後にオリーブオイルをひと回し、よし、完成しました。白つる梅酒原酒そうめんです。めっちゃ美味しそう。和風なようで洋風なようで、すごいおしゃれに決まりました。では氷を浮かべてキンキンに冷えたそうめんをいただきます。よっしゃ。この一番まずは薬味のかかってないところを食べよう。鍋ごといきます。じゃーん、うん、うん、さっぱり、めちゃくちゃ美味しいです。これも暑い日にズズズっていったらめっちゃ美味しいと思う。このあっさりしすぎないように、このオリーブオイルがちょっとひと回ししてあるのがポイントですね。このどうしようかな、サラダチキン、梅肉オン、うん、おいしいうん、ちょうどいい。氷がちょっと溶けてきて、最初の一口よりはマイルドになってちょうどいいです。で、私のおすすめは生ニンニク、これ味変にめちゃくちゃいいです。ちょっとやらせていただきます。
すいません、今から私臭くなります。これだ完璧です。あー美味しい。でも同じものとは思えないかも。こっちは本当にドリンクとして美味しいし、じゃちゃんとお料理の味になってます。やっぱこの甘いだけじゃなくて、こうちょっと酢を足して塩気を足してって言って、オリーブオイルで香りもつけて、一個の梅酒からこんな素敵なお料理が、お料理セットができました。はい、では今日はこちらの白鶴梅酒原酒を使ってそうめんを作ってみました。ほっとのしです。これやってみないと分かんないかもなんですけど、想像もつきにくいかもなんですけど、夏の冷たい麺、新しいレパートリーにぜひ加えてほしいです。しっかりねアルコール飛ばすことでみんなが食べやすい味になると思いますし、で味変も私がやったところによると、生姜を入れるとなんか甘みと合わさってちょっとこうお寿司屋さんのガリみたいな味になったりとか、あとレモンも合いました。ちなみに持ってきてるんですけどレモン汁もなかなかあったんで、これもぜひ試してみてください。個人的にはネギはイマイチでしたそんな感じでいろいろ試せると思うのでね、お気に入りの味を試してみてください。もう雨が最後降ってきましたけど、最後まで見てくださってありがとうございました。よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それではサバイドル白鶴です。サバイドルチャンネルのカホナンでした。バイバイ。